毒素性ショック症候群、またはトキシックショック症候群は、細菌性の毒素により引き起こされる疾患である。症状には発熱、発疹、落雪、低血圧などが挙げられる。これらの症状は、乳房炎、骨髄炎、餌性筋膜炎、肺炎などの根本にある特定の感染症に関係していることがある。TSS は、可能連鎖球菌。 または、黄色ブドウ球菌のどちらかのタイプの細菌によるものである。連鎖球菌トキシックショック症候群は時に連鎖球菌トキシックショック様症候群と呼ばれることがある。TSS 発症の根本的な基準は、新純性の連鎖球菌感染症、または原曲性のブドウ球菌感染症に感染している間に生産されるスーパー抗原が原因である。 ドウ球菌型 TSS の危険因子には非常に吸収性の高いタンポンの使用や幼児の皮膚病変などが挙げられる。診断は通常、症状に基づき行われる。治療には抗生物質、農用の石灰と液肺、さらに免疫グロブリンの点滴投与などである。連鎖球菌による TSS 患者には 外科手術による感染組織の迅速な除去が一般的に推奨されているが必要性についての根拠は乏しい。外科的総証面接除を遅らせることを進める場合もある。TSS の全体的な死亡リスクは連鎖吸菌性疾患で約50%、武道吸菌性疾患で5%である。発症から2日以内に死亡する可能性がある。米国では 連鎖球菌性 TSS は年間10万人あたり約3人に発生し、ドウ球菌性 TSS は年間10万人あたり約0.5人に発生している。発展途上国ではより一般的に見られる疾患である。TSS が最初に解説されたのは1927年である。非常に吸水能及び含水能の高く、 ウェットな状態が続くタンポンとの関連が高いため、これらの製品は販売されなくなった。トキシックショック症候群は1978年にジェームズ・ケイ・トットによって命名された。ニューヨーク大学ランゴー・ミリオセンターの臨床、微生物学、免疫学部長であるフィリップ・エム・チエルノは1980年代初頭に TSS の発症の背景に、 タンポンの存在があることを明らかにした。チエルノは1978年により吸収性の高いタンポンが導入されたこと及びタンポンを一晩着用することを推奨するメーカーの比較的最近の決定を TSS の発生率の増加の原因とした。しかし、その後のメタ分析ではタンポンの吸収性と化学組成は TSS の発生率と直接相関していないが、酸素と二酸化炭素の含有量はより強く関連していることが明らかになった。米国食品医薬品局は、タンポン使用時に TSS を発症するリスクを減らすために以下のガイドラインを提案しているイギリスとアメリカでは、タンポンに起因する TSS の症例は非常に稀である。チエルノの,の研究によると、 すべてのコットン製のタンポンは TSS が発症しにくいという結果が出ている。これは従来のコットン、レヨンタンポンやナトラケア社の100%、オーガニックコットンタンポンを含む20ブランドのタンポンを直接比較して行われた。実際、チエルノは結論から言うと合成素材のタンポンでは TSS が発生する可能性があるが、 全てコットン製のタンポンでは発生しないということだと述べている。日本衛生材料工業連合会は生理用品に同封されている説明書に記載されている内容を忘れずに定期的に読むよう以下の注意喚起をしているタンポンの挿入時と取り出す時は手を洗うタンポンは説明書に記載されている通り定期的に交換する一度に二つ以上挿入しない夜寝る前には 新しいタンポンと交換し、朝起きたら取り除く。整理期間の最後には、タンポンを取り除く日本の最大手であるユニチャームは TSS について次のように掲載している。ありがとうございます。